去年6月に開業した新たな練馬のシンボル、スタジオツアー東京メイキングオブハリーポッター。これに合わせ、区では魔法を切り口にした様々なイベントを展開する練馬シティウィザードプロジェクトを推進しています。そしてこのプロジェクトの一環として、西武豊島線の線路沿いにある壁の一部が魔法モチーフに装飾されました。場所は練馬駅から徒歩およそ5分、西武豊島線の練馬駅と豊島園駅の間にある駐輪所の出入り口横。装飾を担当した日本大学芸術学部の学生たちは、見に来てくれた人たちの期待を超えるような作品にしたいと思った。作品が練馬の人たちの生活の一部になることにやりがいを感じた。新たなフォトスポットになるのと同時に、日芸の活動や練馬区の魅力をより知ってもらいたいと、壁画への思いについて話しました。